B 君？え？やっぱり B 君だ。メージュ、久しぶりだね。元気にしていた？今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップ、 B 君が出るってニュースで知って、会えるの楽しみにしてたんだ。あれがネージュ・ルヴァンシュ。さすがお茶の間の人気者。身振り手振りも喋り方もあざと。しかし顔立ちは整っているが、シーンハイト先輩に初めて会った時ほど強烈なオーラを感じないというか。確かにあんまりギラギラ派手な感じはしねえな。彼の笑顔にはビルとはまた違った野に咲く小さな花のような素朴な美を感じるね。ああいう人畜無害そうな顔をしているやつほど裏ではとんでもない性悪だったりするんだ。芸能人なんてそんなものだろ。それおめえが言うか。前の映画の撮影以来、お仕事現場であんまり B 君に会えなくなって寂しかったよ。今は学業に専念するために撮影期間が長い映像作品のオファーはあまり受けていないの。そうだったんだね。でも今日はまた B 君の歌が聴けそうで嬉しいよ。僕 B 君の歌声かっこよくて大好きだから。僕たちが初共演したのも学園もののミュージカルドラマだったよね。そうね、あんたが主役で私はあんたをいじめる生徒の役だった。ハマり役だったわ。あんたも私も。ナイトレーブンカレッジの代表選手の皆さん、リハーサルのお時間です。スタンバイお願いします。今行くわ。それじゃあね、ネージュ。うん、 B 君たちのパフォーマンス楽しみにしてる。能天気に笑っていられるのも今のうちよ。完璧なパフォーマンスで完膚なきまでに叩き潰してあげる。